はい、ムーツです。よろしくお願いします。そしたら続きをやっていきたいと思います。それがいいんじゃないか。はい。徐々に近づいていくお互いの唇、相手の体温を感じるほど近づいたその時。はい。思わずポッチを離してしまった方が負けってわけ。そうです。ゲームじゃないのね。まあそうですね。まあハプニングっていう感じもないこともないですけど、いや場合によってはそれを目的としてやる場合も。ちょいいな。クワン。ちょっとこれ面白い。さやかの容赦のない鉄拳制裁が振り行われる。犬丸はそのまま膝から崩れ落ち、ピクリとも動かなくなった。小さい女の子相手に何言ってんのよこのド変態。いや犬は説明じゃあ気を取り直して、1番と6番の人、はい、誰だ。6番。うん。え、嘘。まほちゃんとポッチゲームっていやメロハン。メロハンじゃねえよ。メロハン言いたいだけだろ。ちょっとさやか、はしゃぎすぎよ。だって私となほちゃんがポポ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 。いや、王様の命令は絶対なので。あ？オープン。さあ、なおちゃん。オープン。ポッチ用意したから、さ、早く。はい、さ、早く、さ、さ、さ。さやかってば、張り切りすぎ。めっちゃモス頑張ってる。わかったから、ポッチブンブンさせないでよ。加えられないでしょ。ポッチブンブン。なほちゃんの顔がこんな近くに。はい。誰目線？先に口を離した方が負けだからね。よーい、スタート！はい。おお。わー！なほちゃんの唇がどんどん近づいて。いいですね。これはこれいいですね。はい。なほちゃんの息がかかってるよ。なほちゃんのシャンプーの香り。もう心臓が飛び出しちゃいそうだよ。大丈夫？なほちゃんのツヤツヤリップが目の前に。あとちょっと、もうちょっとで。はいはい、これはこれでいいですね。もしかして
はキックしたらどうしよう。そんなことになったりしたら、うん、そんなことになったりしたら、うん、メロハーン。なんだよメロハンって。さやかが思わず魂の叫びを上げたところで彼女の口からポッチーが落ちた。あら、失格。はい、失格。いや、落としましたので。どうしても何も、はい、そういうルールだし。はい、そういうルールです。もうもう私もバカバカバカ。あら、すいません。3秒ルールもあるけど、この場所を、考えて。拾い食いなんてやめなさい、さやか。そうですね。うんうん、わかるよ、さやかの気持ち。まさに寸止めの状態でお預けされるのって辛いよな。犬だけに。そんなさやかを俺は放っておくことなんてできないよ。さあ、全力でその悔しさを俺にぶつけるといい。殴られるぞ。うん、そうする。うん、お。あれ？と言うなり、さやかは犬丸の頭に両手をかけ、腰の高さまで引きずり下ろすと、渾身の力を込めて顔面に膝を叩き込んだ。ひでえ、暴力女だな。あら、ガー。ま、犬のメンタルは波じゃないから。今のボールに入ったんじゃない？ですよね。あら、大丈夫？鼻血出てるけど。大丈夫、大丈夫。これは一つの愛の形だぞ、お前は。すっげえな、やっぱり犬は。さやかちゃんの気も晴れたところで2回戦いくよ。ほらほら、みんなくじ引いて。じゃあいくよ。出たビデオカメラ、はい、王様だ。あ、もう引いたんだ。あ、私だ。お、聖子さん。では王様、ご命令を。王様、ご命令を。何にしようかな。急に言われても迷っちゃう。あれ、自分の好きなことでいいんじゃない。好きなことね。うん。あ、聖子の好きなことってなんだ。チラリ。は？肉。やっぱり。な、何？今の視線は何なの、セコ？まあ番号を当てないと。5分。では王様の命令を発表します。はい。これは難しいよ。王様抜きに。え？いや別にその大したことないですけど。だって盛り上がりそうなものって考えたらやっぱりこれかなって。はい。これかなじゃないわよ。もし触る人が男子だったらどうするのよ。え？え？いやそれはもうそのあれ王様の命令なので、それはもう仕方ないんじゃないんですか。
あじゃないよ。あそれはちょっとまずいから、もし触る側が男子だったら違う命令ってことでいいかな。田口何言ってんだよ。王様の命令は絶対。はい、もちろんです。あれ？それじゃあ先に確認しとこうか。4番の人は誰だい？うん、おう、4番誰ですか？あ？はーい、私でーす。うん。さやかちゃんは女の子だから問題なさそうだね。じゃあ3番の人は？犬じゃねえだろうな。おお。なっと。ナオミのおっぱいをもみもみできるなんて、さやかちゃんが羨ましい。しょんぼり。しょんぼりじゃないよ。さやかお前はこれあれだぞ、浮気だぞ。なおみちゃんって胸大きいよね、制服の上からでもわかるもん。だそうです。え、まあそれほどでも。いやいや、ご謙遜を。さやか行きなさい。そんなの決まってるじゃない。ナオミちゃんのその大きくて柔らかそうな胸をさわさわもみもみするためだよ。はい、もう逃げちゃダメですよ。これはルールで決まってるんですから。そうですよ、ルールで決まってるんですよ。さあ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 、お手柔らかにお願いします。お手柔らかに、柔らか、柔らかに。それでも失礼して。はい、いけいけ、さあさあ。やっぱり今回の幸子は、こう、幸子は、一味も二味も違います。うわー、ナオミちゃんの胸の形綺麗。感触もすごく柔らかいし。はい。もっと、もっと情報。もっと情報をください。そう言うとさやかは形よく張り出したナオミの胸を優しく撫で回し始めた。おお、すっげー。女の子同士とはいえ、なんて素晴らしい光景なんだ。田口に同意。俺たち男はなかなか目にできない貴重な光景です。ですね。あの田口さん、みん、いやちょっと待って待って、もう一回見てみましょう。な、何かな犬丸くん。女の子の胸ってみんなあんなに柔らかそうなんでしょうか。答えてあげて、田口。え？さあ、どうだろうね。それにしても、最近の女子高生って発育いいな。やばいな、田口。悔しい。というか、羨ましい。成功、渾身の一撃。
これ秒数は言ってないわね。ナオミちゃんの胸大きすぎて私の手じゃ掴みきれないよ。指の隙間からはみ出しちゃうもん。もっと情報、もっと情報ください。しかしそんなナオミの言葉も耳に入らぬ様子で、さやかは目を輝かせて自分の手では持て余すサイズのバストを揉んでいる。いいですよ、いいですよ。ああ、さやか、君はなんて大胆なんだ。大胆なんてもんじゃないでしょう。ダメだと分かっていても目が離せないですね。男の坂です。制服の下に感じられる E カップブラのしっかりとした感触、そしてそのブラの下で守られているマシュマロのような柔肌。はいはい、いいですよ。まさにカリモフ。カリモフ、これってこれってまさしくマロハン、アメロハン。メロンパン、メロンパン、うん、メロンパンってなんだよ。メロハン、いきなりここで帰るのかよ。そういうことね。新しいの来た。そういうことね。なんか新しいの来た。もう、なんなのよそれ。メロンパンみたいなあれですよ。ああ終わっちゃった。まあまあ。じゃ。いい感じに盛り上がってきたところで、はい、盛り上がってきました。次3回戦いくよ。はい、イエーイ。サチコなんかつまんないな。え、効率食い一郎、嘘でしょ。みんなばっかり楽しそうでずるい。幸子も王様やってみたいよ。いや、それは当ててもらわないと。はい、みんな集合、集合。あー出た。みんな一応集合お願いします。どうするどうする、幸子様ご機嫌斜めだぞ。そうですね、俺はてっきり楽しんでもらえたのかなと思ったんだけど、ちょっとな。どうする田口。ここは一つ幸子様のご機嫌が良くなるようなルール変更した方がいいかもしれないな。うん、ルール変更ってどう変更するのよ。うん、それはね。何で、ってことにして、あれ？それで、こうするとか。ちょ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 。で、不正字で点々してるよ。うんうん。なるほど、なるほど。よし。とりあえずそれでいくか。うん。うん、わかんないけど、それでいこう。ただいま行われた厳粛なる競技の結果、うん、王様ゲームのルールを一部変更し、うん、幸子様ゲームとすることになりました。怖い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 、もう名前が怖いよ。このゲームは王様を幸子様に固定した上で残りのメンバーがくじを引きます。
それ面白い。その後幸子様に番号指定とご命令をしていただくというのはいかがでしょうか。あふん、いいアイディアね。幸子王様になっちゃった。全然嬉しくないでしょう。それでは王様ゲーム改め、うん、幸子様ゲーム再開。さっちゃん、あの、ほんと、空気読んでね。みんなくじ引いて、3、はい。王様だ。いや、それおかしくね。幸子様。それでは幸子様、番号指定とご命令をどうぞ。はい。あの、空気読んでくださいね、さっちゃん。命令はね、5番の人が3番の人に、さっきと同じ、サワサワのもみもみをしなさい。え？え？いや、そうだよね。え、ていうか、さっちゃんそれ言いたいだけだろ。私、5番。おっと、赤みがね、5番。次は？じゃあ、3番の人は誰？もしかして男性陣？俺。さあちゃんどうすんの？なほちゃんが相手なら私がさまさまもみもみされてもいいのに。犬丸の分際でムカつく。なんだそれ。なんか違う気がするんだけど。犬丸くん、一応聞いておくけど、私が触っても大丈夫なの？あ、逆か。これ面白いの？お気遣いなく。俺は男だから胸くらい触られたってどうってことないさ。うん、まあそうね、確かにそうだけど。言うなり犬丸は躊躇なく服をはだける。うん、一応見てみましょう。うん、はい、終わり。思う存分サワサワもみもみしてくれ。ていうか別に脱ぐ必要なくね。おちょ、そんな思いっきり脱がなくてもいいわよ。服の上からでも十分だそうです。俺は攻めの男だからね、中途半端なことは嫌いなんだ。だから遠慮しないで。さあ、確かに攻めの男だ。攻めの男犬。犬丸がずいっと前に出る。ちょっと待て、来ないで。こらー、そこのバカ犬。ゲームなんで。私のナホちゃんに迫るなんて許さない。あんただってセクハラ変態男以外の何者でもないよ。いやいや、あのさっちゃんの命令なんで。かわいいな、さやかは。大丈夫、俺はさやか一筋。出た、犬の妄想。さ、うん、だからなんだよ。ゲームとはいえ、さえのきさんが俺の胸をさわさわもみもみすることに嫉妬しているんだね。はぁ、俺だって本当はさやかにさわさわもみもみしてほしいんだよ。はぁ、さやか、俺のヴィーナス。あ、君の細くしなやかな指が俺の胸を這い回り、敏感な部位を巧みに刺激するところを想像するだけでもう。あの、ちょっと待て、犬言わなくていいよ。うるさい、キモい、黙り変態。まあ、確かに、いや、同意。ゴフ、あのテロップいいな。ね
早くサワサワのもみもみしてちょうだい。だそうです。王様の命令聞かないと罰ゲームだよ。ちょっと待って、それはそんなんあったっけ。え、そうなるよね。幸子様のさっちゃんの罰ゲームで大体あれだよね、あれするよね、罰ゲーム。うん、みんなもう薄々気づいてるよ。なほちゃん、幸子様を怒らせる前にね、早く早く。わかってます。うん、あんまり見たくはないけど。それじゃあ、うん、触るわよ。うん、お願い。ああ、どんと来い。犬丸が裸の胸を張ると、ナホは一同が見守る中、それをおずおずと触り始めた。平凡な胸を白い手がまさぐるに連れて、犬丸は、これはなんて言ったらいいんでしょうか。ちょっと変な声出さないで。いや、別に出したくて出してるわけじゃ。一枚絵じゃないのが救いだと思います。あれ、なんかすごいものを見ちゃってるんじゃない、私たち。確かにね、確かに。どうしよう、こんなの直視できないよ。犬丸くん、服なんて脱ぐから、うん、余計やらしく見える。次、サワサワの後はもみもみだよ。もみもみって男の子の胸なんてどう揉めばいいかわからないし。ナホちゃん、もう適当に爪立てて掴んじゃえばいいんじゃない。相手は犬丸だし、遠慮なんて必要ないよ。遠慮してるつもりはないんだけど。わかった。そう言うぞ。ナホは犬丸の胸に自分の手のひらをペタリと押し付けた。あの、さえのきさん。いいから黙って。何の深呼吸だよ。ちょっと待って、あんまり聞きたくねえな、これ。先ほどのおずおずとしたタッチに変えて刺激されてしまったのか、ツンと尖った感触が手のひらに明確に伝わってくる。揉めと言われてもゴツゴツとした質量のない男子の胸をどう揉めというのか、とりあえずやや強めの力で揉んでみる。あ、これ赤眼鏡目線か。これまずいって。突然耐えかねられた水刺激に、犬丸は体をくねり、もだえる。ここ男の子も硬くなるんだ。はい、勉強になりましたね。何に反応してんだよ。そこ食いつかないで。はい、終了。はい、終了。ありがとうございました。本気でやばかった。別にそういうのは言わなくていいから。さあさあ、幸子様ゲーム2回戦いくよ。はい、ということでこの辺にしたいと思います。
ご視聴ありがとうございました。また見てくれたら嬉しいです。はい、グッドラック。